高橋優太の動画。コーヒー好きの皆さん、どうもこんにちは。同じコーヒー好きの高橋優太でございます。ようやくとですね、ホテルから脱出いたしました。嬉しい。いやホテルにですね、2週間ぐらい住んでいたんですけれども、やっぱりどうもですね、ホテルっていうのは個人的にですよ、個人的には落ち着かないなと、思いました。ホテル暮らしいいよね、憧れるよねとかっていう話もたまに聞いたりしますけれども、毎日毎日ですね、このベッドメイキングをしてくださいまして、でタオルを交換してくれて、掃除もしてくれてってことで、非常にそれはありがたくて、便利だったんですけども、なんとなくこう逆に管理されてるような気がしちゃって、微妙に落ち着かなかったです。で、今アパートの方に引っ越してきたんですけれども、やっぱりいいっすね。なんかこう、自分のものをこう自由に配置してっていうのができるんで、よかったなと思っております。で、本日なんですけれども、コーヒー豆の調達に行きたいなと思っております。ここ2週間ですね、だいたいコーヒースタンドみたいなところでコーヒー買って飲んでしのいでたんですけれども、ちょっとアパートに引っ越したので、自分でコーヒー入れたいなということで、コーヒー豆を買いにしたいということでございます。でですね、前回投稿したバンコクに引っ越してきましたっていう動画ですね、たくさんのコメントを寄せていただきまして、誠にどうもありがとうございました。で、いただいたコメントの一つにですね、 K 佐藤253という方から、タイ産のコーヒー豆の販売がエカマイのゲートウェイというショッピングセンターの地下の方で、ありましたということでですね、とても貴重な情報をいただきましたので、今日はですね、ちょっとエカマイ、BTS という電車があるんですけれども、 BTS に乗って、で、エカマイに行って、で、ゲートウェイというショッピングセンターに行って、で、そこでちょっとコーヒー豆を買うということで出かけてみたいと思います。では行ってみましょう。で、玄関というものがありませんので、こんな感じで入り口のドアの付近にサンダルとか靴とかを転がしております。カードっていうのがありまして、これがいわゆる日本の、東京の方でいうところのスイカになっております。はい、江川駅に来ました。これですね、お値段450バーツで、こっちがティーベリーの方が470バーツ。タイの物価からしたらめっちゃ高級品です、これ450っていう感じですね、はい、でも買えます。買いましたよ、450バーツ。450バーツって日本円にしたら、3.3 ぐらいかけて1300円とか1400円とか、日本円でもちょっと高いかなって感じなんですけども、タイの感覚で言ったら450バーツあったらですね、フードコートで何回食べれるか、一
1食大体60バーツとか70バーツから食べれちゃって、フードコート7、8食分ぐらいの価格です。はい、ホームセンターの方に来てみました。そうですね、電源タップ欲しかったので電源タップ買っていきたいと思います。はい、ソケットの形が違うんですよね、日本のものと。いろんな形状に対応できるようなものが主流になってるみたいです。ちなみに日本のあの形状のやつもさせます。まあ、安いからこれでいいかな。150バーツです。ちなみにパナソニックのやつなんかもあったりしますけれども、こちら379バーツですね。比較するとだいぶお高いです。なんかこういうコーヒー屋はたくさん見るんですけど、やっぱり豆売ってるようなコーヒー屋っていうのは本当に少ないような気がしています。豆買って入れる文化っていうのがまだタイの方にはあんまりないのかもしれないですね。お、ゲーム売り場がありました。プレステですね、プレステが売られております。ガンプラ屋ガンプラだけなのかな、プラモ屋さんですかね。はい、こういうサブカルショップみたいなのもあります。おお、囲碁教室、教室だよな多分、囲碁教室がありますね。いや、もう店屋の看板見たら店屋の天丼めちゃめちゃ食べたくなってしまったので帰ります。ちなみにこちら上天丼って149バーツ、まあまあ良心的かなっていう感じかなと思います。では行きましょう。なんかいろいろある、エビ天豚丼とか、こういうの日本にないっすよね。エビ天カレーとか、なんじゃこれ。豚天丼、こういうのも日本にないっすよね。面白い。あ、やっぱ普通の天丼ですね。普通の天丼にします。よっしゃ、来たー、いただきます。はい、ごちそうさまでした。いやー、本当にもう何も問題なくてんやですね。味噌汁うまかった。味噌汁やっぱいい。まあ、強いて言えばちょっとご飯の感じが違ったかなというのはありますけれども、まあそんな些細なことです。はい、じゃあご飯も食えたし、買いたいのも買えたので買いたいと思います。やっぱり暗くなってきた。はい、帰ってきました。ではちょっと楽な格好に着替えてコーヒー入れてみたいと思います。はい、じゃあまずは買った豆見ていきたいと思います。よいしょ。はい、こちらでございます。ドイちゃんコーヒー、こちらはお店の名前ですね。で、ホールビン、豆のままでオーガニックですよと。で、ストリクトハードビーン 100% アラビカコーヒー。ストリクトハードビーンって、中米とかでよく使われる格付けの指標なんですけれども、多分標高が高いところで作られたんですっていうことなのかなと思います。はい、じゃあ開けてみましょう。はい、このハサミもこの間買ったばっかりです。こういった日用品がですね、あ、ハサミないとか気づくことが多くて、その都度買ってます。では開封。ほい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 、よいしょ。あー、いい香りする。この豆の匂い久しぶりだな。よいしょ。一応ですね、ミディアムローストっていうことなんですけども、結構入り深いですね。はい、こんな感じです。結構油浮いてますね。中深入りぐらいかな。中深入りの入り口あたりの入り加減かなと思います。わあ、もう本当に飲むの楽しみです。まあ、入れ方の話なんですけど、最近あのエスプレッソマシンで入れたコーヒーばっかり飲んだので、こういった感じですね。ちょっとフィルターコーヒーですね、ハンドドリップで飲むコーヒー飲めるっていうのは本当に嬉しいです。パッケージをこう改めて見るとほとんどもうタイ語がないですね。ほぼ英語、ちょこちょこっとタイ語書かれてますけど、このことから多分やっぱり海外の方向けにこれ作ってるかなというふうに思ったりします。
イカリ、うん、入れるのが楽しみ。はい、ではお湯を注いでいきますよっ。あんまり膨らまない、焙煎してからちょっと時間が経ってる豆なのかもしれません。なのかな。よし、はい、タイのドイちゃんコーヒー入りました。はい、では早速いただいてみたいと思います。おー、あー、なるほどなるほど、うん、ブラジルの豆に近いニュアンスがありますね。こう柔らかくて、で苦味と酸味がソフトでっていう、で一方で強い個性がない、うん、わかりやすい、あのエチオピアとかケニアとか、あとはインドネシアのマンデリンとか、ああいうわかりやすい個性が、うん、ないかな、うん、まあ変な雑味も感じられなくて問題なく美味しいと思いました。まあでも若干ちょっと焙煎してから時間が経ってるっぽい、まあ、あの豆の膨らみ加減からしてもっぽい感じがするので、ちょっといろいろなコーヒー豆試してみたいなと、まあ、探して、試してみたいなと思っております。これもあのコメント欄で教えていただいたんですけれども、お店に焙煎機をドーンって置いて、で生豆を仕入れて、その生豆を焙煎して提供するっていうお店もあるみたいなので、まあ、そういうお店も探してですね、でそこで豆買ってっていうのも今後やってみたいなと思っております。もしバンコク近辺でこういうお店がおすすめですよとかもしございましたら、またコメント欄で教えていただけますと幸いでございます。またやっぱり久しぶりにハンドドリップで入れてみて、うん、落ち着きますね。あのエスプレッソベースの濃厚なコーヒーも好きなんですけども、うん、落ち着きます。ハンドドリップのコーヒー落ち着きます。はい、ということで今回は、まあ、ちょっとかなりゆるゆるだったんですけれども、まあ、タイのカフェに行って、ね、コーヒー豆を買って、ね、帰ってきて飲んでみたというブログ動画でございました。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高橋優斗でございました。では。